暑い暑い。コンコン。はい。ガラ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 。ああ。来ちゃいました。ありがとう。本当は今日はやめとこうかなと思ったんですけど。何やだ。いつも来てくれて暇なんだから来てくれて嬉しい。ありがとう。笑っちゃうわもう。何いいことあったの？笑っちゃうわよ。何何？もうね。何？大丈夫？大丈夫大丈夫。元気になった今。来てくれたからちょっとうんってなった。びっくりしちゃった。絶対いいことあった。絶対いいことあったでしょ、あつこさん。ごめんなさい。何？結婚。うん。え結婚？結婚。うん。決まりました。へえ、やだ。ごめんなさい。もういやもうちょっと起こして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 。ピー。あら。ごめんなさい。もうごめん、ありがとう。よかった。ありがとう。よかった。ごめんなさい。もうあなたにね、なんかもうよかった。ありがとう。あなたにね、もうなんか言うのちょっとどうかななんて思ってて。ごめんなさい。もう私も気持ちがもういっぱいになっちゃって、何も顔がもう赤い、顔が赤い。うちわ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 、やだ。もうごめんなさい。いいのいいの、うん、ちょっと温度上げよう、下げようね下げようね、うん、暑い。もう来ただけでもう来ただけでもう2度3度、はあ、もう暑くなっちゃった。ごめんなさい。え、はあ、うまくいったの？うまくいったの。もうあなたにずっと相談してたから。よかった。いやもうあなたのおかげ。え、なんて言ったの？え、なんて言ったの？私の方から、うん、結婚してください。先手を言ったの。先手取ったのね。言ったの。びっくりしてたわよ。もうやっぱり逃げ場ないからね。もうね。びっくりしてたけど、うん、やっぱり、うん、言って正解だった。あなたの言った通りだった。結婚にはこうなんか男からとか女からとか、うん、そういうことじゃなくて。うん、やっぱりその気持ちを持った時に言った方がいいわよってあなた言ってくれたじゃない。その通りだった。時間って限られてるからね。よかった。ごめんなさい。すごいよかった。ごめんなさい。なんかもう私ね、退院したら、うん、あ、式いつなの、うん、それまでに退院しなきゃ。来年の来年9月。9月か、うん、ごめんなさい。あと3ヶ月3ヶ月じゃない。来年の9月。来年の9月だから。1年、15ヶ月。3ヶ月どころじゃないの。15ヶ月。結構長いのね。結構長い。事情があったの、うん、なんでそんな1年。なかなか、もっと早くしたかったんだけど。うん、お仕事の都合とか、うん、式場がなかなか抑えられなくて。今ね。すごい人気で。幸せ者たちがね、たくさんだしね。あ、もしかして、なんか、どこの式場、うん、表参道の。あら、うん、あなたが、こんなところであげたいわよねなんて言ってたじゃない。私とね、ウィンドウショッピングした時に、うん、ここ知ってるなんてね、うん、あなたが言ってた、うん、そこでするの、うん、ごめん、なんか最高、うん、いいじゃない、素敵。ごめんなさい。何来てからじゃない。そうね、何来てから。あなたには出席してほしいと思ってる、うんうん、出席ってもう書くよ書くよ書くよ。あ、もう書いてくれるの。書く書く書く。早い。ここに、あ、これ、ね、書いてほしいし、出席、うん、ご出席の方を消して、ありがとうありがとう。欠席の方、これはね、私ね、これ今日一晩かけてここに花束の絵描くから。あー、すごい、イラスト得意だったもんね。預かってていい？ ありがとう。なんかごめんね、あなたにこんななんか言うのどうかななんて思っちゃったんだけど。そんなことない、そんなことない、全然そんなことない、うん、もうちょっと早く したかったんだけど、うん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 、ごめんなさい。大丈夫、うん、頑張ろう。おめでとう、うん、ありがとう。私、あつこの幸せ本当に願ってるよ、うん、ありがとう、ずっと、うん、ありがとう。なんかねえねえねえ、うん、え、何、うん、もしかしてなんだけど、うん、先生から何か聞いてる？え、なんかえ、ちょっと、あ、え、え、いや、私的にはもうそろそろ退院かなって思ってて、そうだよね、季節も、季節も暑くそうだよね。
春だったでしょ、うん、入ったのが ね入院したのが、うん、暑いなーみたいな感じで盲腸だもんね、盲腸だったから、うん、だからもう取ったし、うん、大丈夫かなと思ってるだけだから、うんうん、全然15ヶ月も待つし、うんうんうん、来年の9月も、うん、大丈夫よね、うんうんうん、大丈夫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 よね、大丈夫だと思うし私ね、うん、ごめんなんかいろいろ思わせぶっちゃってごめんなさい。いいのいいのいいの、うん、ちょっと今気になった、うんうんうん、気になっただけで、うん、なんかいろいろ話は聞いてるから、うんうん、ごめんなさい。何の話を聞いてるの？ごめんなさい。なんか私隠し事が、隠し事はないんだけど、ゆうすけから何か聞いてるの？なんか、うん、はい。あ、そうなの？うん、ごめんなさい。そうなんだ。うん、そっか。本当に。でもゆうすけはほら、うん、ごめんね、うちのゆうすけがいつもなんか相談に乗ってもらって、なんかいろいろと。ごめんなさい。なんか初めて私入院しちゃったでしょ、うん、だからうちのこととか大変みたいで、うんうん、でほらまなみも今3歳で、うん そ, うん、そうなの。そうなの、はい、だからゆうすけもまなみのねあれとかすごい大変だなと思うけど、うん、あつこなんかいろいろなんかお世話してくれてるみたいにありがとう、うん、ごめんなさい本当におかしい、ごめんなさいはおかしい、こちらこそ、そうだよね、こっちこそごめんね、そうだよね、ごめんなさい、そうだと思う、うん、ね、なんかおめでとう、なんかいろいろ本当にお世話とかしてる間にこう、うん、いろんなことが積み重なっていって、いいのいいの幸せ、トントン拍子でこういいよいいよことが進んじゃって、うん、でもよかった、うん、私先にさ、うん、ほらまなみが、うん、ね来てくれて、うん、ねお腹に来てくれて先に結婚しちゃったからさ、うん、そうよね、そう、うん、でもあつこもよかったと思って、うん、いいないいな、うん、なんて言ってたからね、うんうん、ごめん、もしかして、いるの、いるの、もしかして今ちょっとピンときちゃう、なんか、あ、もう、どうしよう、それで15ヶ月後、うん、そう、うん、なんかそういうのもあって、はあ、うん、いろいろ落ち着いたタイミングでしようとか思ったりとかして、うん、なんかもういっぱい隠し事が、はあ、熱い、隠し事いっぱい出てきて、もうなんか、いっぱい言いたいし、言いたいけど言っちゃいけないようなことがいっぱいあって、ごめんね、うん、全然全然いいのいいの、うん、私幸せになるから、うん、私も幸せになるから、一緒に幸せになろうね、頑張ろうね、うん、幸せになって、うんうん、もうこれで最後かもしれないけど、大丈夫ぐらいかな、ごめんなさい、なんて言った今、ごめんなさい、どうしたの、うん、なんかごめんごめん、どっか遠く行く、うん、うん、なんか近くにいるよ、近くにいるんだけど、四国に行くじゃない、近くにいるんだけど、あ、よかった、なんか仕事忙しかったから、うん、ごめん出張とか行っちゃうのかと思った、うん、もうなかなか会えないかもしれないかななんて思っちゃって、そっか、うん、でもいいと思うよ、うん、仕事も恋も、うん、家庭も、うん、あつこは一人で生きていける女みたいなこと自分で言ってたけど、ね、そうじゃなくていいと思う、うんうん、ありがとう、ありがとう、いろいろと嬉しいお知らせありがとう、うんうん、ありがとうね、またね、またね。